ムワンザは、ビクトリア湖の南岸に位置する、タンザニア北部のムワンザ州の州都である。市内ムワンザの推計人口は、2002年の調査によると、約20.9万人であった。しかし、サハライナンのアフリカ諸都市の例に漏れず、貧困者の流入によりスラム化が発生しており、正確な人口は不明である。なお、ムワンザのスラムのありは、ドキュメンタリー映画の ダーウィンの悪夢にて取り上げられた。参考までに郊外を含むムワンザ都市圏全体の人口は2002年時点で約48万人であったとされた。タンザニアの鉄道路線の概略図。ビクトリア湖南岸のムワンザからタボラへと南下する路線がある。ビクトリア湖の南岸に深く切れ込む入り江の付け根付近に形成された都市がムワンザである。 ビクトリア湖を利用した水運も行われている。例えば、火客船のブコバ号やセレンゲティ号が運航された。ただ、1996年5月21日に、ブコバ号は、ムワンザの沖合で沈没して、少なくとも800人が死亡した。また、タボーラ州の州都であるタボラからムワンザまでは、途中で、シニャンガ州の州都であるシニャンガを経由する経路で、 鉄道路線が付設されている。このタボラで中央線に接続している。さらに、ムワンザ国際空港も設置されている。なお、観光資源には乏しい。ムワンザのビクトリア湖沿岸では、ナイルパーチ漁に代表される漁業と水産加工業が見られる。ムワンザ産のナイルパーチは、切れ身に加工後、ムワンザ国際空港から、ヨーロッパ諸国や日本などへ輸出されている。 これに対して、ムワンザの内陸側では、温暖な気候を利用した、綿花栽培などの農業が盛んである。かつて、ドイツ領東アフリカとして、植民地支配したものの、その支配の終盤においては、アフリカ人と比較的良好な関係を築いたとされる。詳しくは、ドイツ領東アフリカの、教育の節や、まじまじ反乱の節の後半などを参照のこと。 二宮書店編集部、データブックオブザワールド P290 二宮書店2012年1月10日、発行 ISBN978 から4から817603586、荒井慎、1、レイク、ビクトリアトラジェディ、タンザニア・イン・メイ21、荒井エス・ザンジバル、タンザニアページ、2011年6月26日、閲覧、AB、 プロジェクションズ・プロビンシャルズ・リアジャスティーズ・ユナイテッド・リパブリック・オブ・タンザニア・運ンドット・オ・デパートメント・オブ・ピス・キーピング・オペレーションズ2021年8月6日閲覧ありがとうございます